はい、どうも皆様、ゆきおでございます。本日もお手軽なのに本格的なのにお手軽なクッキングをやっていこうと思っております。毎回言うけど、これいつぶりのセリフかな。クッキングやっていきます。今日はめっちゃ久しぶり、普通のクッキングね。普通程度なんだけど、今ちょうどゆきおとワインというワインの動画をやってて、その企画内でアリゴテっていうブドウ品種、白ワインのブドウ品種なんだけど、それの飲み比べ企画をやってて、でそのアリゴテってブルゴーニュ地方、フランスのブルゴーニュ地方のワインなんだけど、それに合うちょっと前菜を作っていこうかなと思って、まあ郷土料理みたいなんだけど、向こうだとジャンボンペルシェという料理ですね。まあジャンボンはハム、ペルシェはパセリなので、ハムとパセリのゼリー寄せみたいなのがあるので、ちょっとそれを作っていこうかなと思ってます。ワインと合わせてちょっとキュ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 ッといこうかなと思ってね。ではいきましょう、レッツクッキング。はい、それでは、作っていこうと思います。まあ、一応材料はこのハム、ハムはね、なんかいろんなブロックハム使ってるとこ多いんだけど、なんかちょっとこういった、まあ、スライスされてるハムを、お手軽なものをね使おうと思います。ハム、そしてまあパセリちゃんね、もちろん大事、パセリちゃん、コンソメちゃん、コンソメちゃん半分使う、で玉ねぎも、まあ、半分ぐらいかな。で白ワインビネガーにゼラチンって感じだね。あとニンニクか、ニンニク、あと塩コショウ少々っていう感じなので、こんだけで作れます。あ、ハムなんだけど、これはちょっと切ろうかな。よいしょ。いいか、この辺は。なんかハムによってもかなり味変わるっぽくて、いろいろ試してみたいんだけどね、まあ、とりあえず手に入りやすそうなこういうやつで、ブロックハムとかやったら多分美味しいんだろうけどね。うまい、よし。玉ねぎみじん切りだね、まあ、半分ぐらいですか。まあ、今回はね、一応2人前ぐらい作ろうかなと思って、まあ、大体だけどね、大体このぐらいでしょうっていうぐらい。いやね、実はこれ作るの今日でね3回目なのよ。1回目はまあ、普通に作ってみてね、試しに、まあ、なんかいけそうだなと思ったから、ちょっと動画にしようと思って2回目撮ったのよ。で2回目撮って作ったらさ、まあ、ちょっと1回目とはやり方若干変えたんだよね。でまあいけるだろうと思って作ったら、ちょっと失敗しちゃってさ、でちょっとその失敗の検証をしてね、ちょっと奥さんにアドバイスもらって、なんかやっぱり玉ねぎを結構みじん切りもっと細かくした方がいいんじゃないかっていう結論に至ったから、今日結構頑張ってみじん切りするわ。なんかね、粗みじんぐらいにしちゃった、その時なんかゼリーあんま固まんなくて、なんかね ぐじゅぐじゅに崩れちゃってさ。今日も実際どうなのかが成功失敗するかもしれない。それは動画にならないかもしれない。よし、頑張ってここみじん切りします。よっしゃい、めちゃめちゃやったわ、やったったわ。超みじん切りじゃないこれ。パセリです。どんどん膨らんでくる。あー、風呂部屋みたいになってくる、どんどん。超みじん切りするから、これも。香りがいいな、パセリの香り爽やかだね。もうちょうど暑くなってきてるから、こういう香りの前菜とか最高、最高です。一回ね、ブルゴーニュ行った時、ボンのお店でジャンペルシェ食べたことあるんだよ、本場のやつ。もうさ、すごい、もうなんかパセリとかもう超ペースト状みたいになってるさ、
もう練り込まれて、でかなりガチガチの硬いやつだったんだけど、この前作ったやつちょっと具材が大きすぎてでさらにちょっとゼリーもぐじゅぐじゅだったから、今回はちょっとかなり念入りにみじん切りにしてます。うまかったんだよな。あ、実際作ったのも美味しかったですよ。ウルグルに食べたのも美味しかった。音がおぼつかない。すげえ危ねえって思われてるから、危ない。正直あのガーリックの量は超お好みです。本当はもっと加えるっぽいんだけど、一応その加えすぎるとあれかなと思って少なめにしております。結構多くてもいいのかもしれないけどね。もうガーリックパセリミックスになっちゃったもんこの時点で。いやみじん切りって汗かくな。いやこれあれだね、みじん切りは意外とこれ腕とか力使うから筋トレになるね。料理でクッキングでクッキング筋トレできるわ。クッキング筋トレ皆さんもどうですか、一緒にクッキング筋トレやっていきませんか。いい汗かけますよ。板ゼラチンを溶かそう。溶かす？違う、ふやけさせよう。板ゼラチンちゃんを、4枚加えます。1枚は 1.5g、 4枚なので、6g、 ね、これほんと下手したら1枚超薄いからさ、これあの枚数以上にやっちゃう可能性だから気をつけてね。よし、2。何がしたいんだそれ。よし OK、 4枚。はい、そしたらコンソメスープを作りましょう。あ、やべやべやべ、水入れてた。そういう時もあるよね、あるよね。はい、200、水200。よし、コンソメは1個入れてもいいんだけど濃くなっちゃうかもしれないから、うちは半分にします。これはここはでも本当お好みなんで、結構あれだね、あれですよ、お好みです。コーン、はい、溶けた。 OK、 火を止めてゼラチン入れます。よし、こうふにゃふにゃになったから、ふにゃふにゃゼラチンです。こう絞って、絞ってギュギュギュッと、よし、で入れますと。よいしょ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 、でかき混ぜて、オッケー。でここに具材をどんどん入れてって、かき混ぜて型に入れて固めてオッケー。固めてオッケー。玉ねぎ、にんにく、パセリ、ハーを入れて、そしてシュランビネガーです、大さじ1。はい、あと塩コショウ少々お好みで。よし、でかき混ぜてなじませたら、もう型入れて完成でございます。型入れていこうかな。はい、それであの型に入れるんだけど、よく照り煮型みたいなのがあればいいんだけど、うちにないから。ちょっとお弁当箱の型に入れよう。でもラップを敷いて、
はい、じゃあ詰めていきます。で、私は特殊な訓練を受けているので鍋を掴んでも大丈夫ですと。よし、まあなんかこう適当に適当にハムの上にパセリ乗せてみたいな感じの繰り返す。でもいい香りだよね、このパセリの香りと白ワインビネガーの香りがまずすごいいい。これが最高。いい感じなんじゃない？よしよしよし、 OKOKOK。 よし、はい、じゃあ型に入れたのでこれから冷蔵庫で冷やしていきます。はい、あれからね5時間ぐらい経ちました。よし、出します。あ、大丈夫そうだな、大丈夫そうな気がする。よし、出しちゃおうかな。せーの、よいしょ。あ、いいか、いいのかこれ。あ、あ、まあ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 、いい。あ、まあいけるか、釣れる。あーね、いいかもね。よしよしよし、いいでしょう。OK でしょ、いい感じじゃん。できた。今ちょっと倒れた。できた、できたよ。よし、今回成功でしょ。ちょっと食べよう。OK、 ちょっと手でこれをつけていただきます。最高に合うよ。OK、 完璧です。合わせたワインはラモネのブーズロン、ブルゴーニュのアリゴテっていうブドウのワインで、ね、アリゴテがねジャモペルシェめっちゃ合うのよ。最高です。イエスという感じで、今回は久々のクッキング動画でジャモペルシェを作りました。成功だね今回は。よし、一回失敗してるからね。ということで、非常に簡単にできるので、これからの季節ね、かなりさっぱりとした前菜が重宝される季節になってきますので、白ワインとキュキュッと合わせるのがベストマッチなと思いますので、よかったら皆さんも試してみてください。はい、ではゆきおでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。